こんにちは。ネットフリックスドラマスイートホームは CGI、メイクアップ、スタント、衣装などの技術を駆使して Webtoon の想像力豊かなモンスターをリアルに再現した作品。その制作エピソードに迫ります。 CGI の奥深い世界、デザインの裏話。ドラマに登場するモンスターの約半分が CGI で制作され、そのデザインは原作 Webtoon を参考に緻密に考え抜かれました。主人公の変貌したビーストでは、感情や葛藤を表現するために目や口の動きにまで細かな調整が施されました。俳優の挑戦、 CGI で作られたモンスターとの対峙シーンでは、俳優は実際には何も見えない状況で演技を要求されました。監督やスタッフはモンスターの位置や大きさ、動きを説明し、音や声で存在感を演出。俳優たちは想像力を駆使し、恐怖や緊張感をリアルに表現しました。メイクアップとスタントの協力、特殊メイクアップの役割、 CGI だけでなく、メイクアップアーティストがモンスターの特徴やテーマに合わせて色や形、質感などを工夫。モンスターの姿勢や動きにスタントアクターが挑戦し、重い衣装や厳しい環境で技術と体力を発揮しました。リアリティへの追求、制作陣は CGI、メイクアップ、スタントが連携することでモンスターのリアリティを極限まで追求、視聴者に臨場感ある恐怖を提供しました。ネットフリックスのスイートホームは、技術とアーティストの共演によって視聴者を圧倒する世界を構築しました。このドラマの制作陣がどれほどの工夫と情熱を注いだか、ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。